半年後に行う指定対決のために、はいはい、それぞれ先生をつけてレッスンをするという動画です、はい、では早速私の先生をお呼びしたいと思います、はい、スーパーゴルファーこんちゃん、はい、はいどうもじゃあ次アイアン行きましょうか。はい、ちなみに7で普段何ヤードぐらい打ってます？お、飛んでますな、うん、おー、いい球打つな。安定してますな、うん、でも私、全部のクラブそうなんですけど、しないしがちなんですよ。はいはいはい、全部、うん、そこも OK、うん、多分言わなくても気づいてたと思うよやっぱりいやでもあのね、自分で気づいてるって結構大事なんですよ。あ、そうですよね、うん、そうそうそう。この計測器で110から120以内ぐらいのところで安定してるんで、多分この飛ばす能力っていうのは割といいのかな。でさっきアプローチ縦距離をこういうふうにやってきたんだけども、今度はちょっとこうアイアンなんで横ちょっとやりましょう。はい、はい、今センターラインがこうやって引いてあるんで、あの僕が指示を出すので、あのこのラインよりも左と言ったら絶対このライン右、このラインより右に行かないようにやってください。センターラインより右に行かない、左と言ったら左に、右と言ったら右に、うん、さっき言ったちょっとプロサイドってやつですね。はい、はい、じゃあ左から行ってみましょうか。まずこれって普通に抜いてての左を狙う、まあ、もうセンターラインより左であれば何でもいい、 OK です、はい、もう極端な話、左の壁に打っていくぐらいの感じでもいいです。違うんですよ。お、気づくね。すごい多分ね、ボソボソ言いすぎて多分これは拾ってない。景色が景色が違うんだよね。景色が違うんだよね。感じが違うから。はい。OK。お、いいですね。しかも飛距離落ちずにいいね。そう、約110ヤードぐらいの感じで左サイドに。じゃあ今度右行きましょうか。やると思った、ね、確かに右だ、確かに右だな、これせーいや絶対やると思ったね、今ね。そう、なんかね、やると思った、なんか変なんだよね。はい、じゃあ左、あれ、まあ、左だから OK ですよ。何が起きたんですか。ん、右に行ったかと思った。いや、左、左、右で、ね、跳ね返って、何やらかいんやろ、大丈夫。じゃあこれ右に行きましょうか。右か、うん、お、確かに右だ。それ、あれだね、すごい、なんとなく分かった気がするよ。もう、だから現在地を確認するですから。まあ、あのどっちかが得意でどっちかが苦手ってこと結構あるんですよ。ああ、なるほど、今まで分かったってことですね。もう自分で分かるもう立ってて嫌な感じって分かるでしょ。はい、だからその弱点がどこで、あのどこにあの、まあ、強みがあるのかっていうのも分かる。まあ、弱点をあぶり出すために意地悪してやってるわけじゃなくて、自分が強みがどこにあるのかっていうのもこれで分かってくる。スイングの傾向によっても変わってくるので、その時の体調によっても変わるんで、朝まで飲んでたりとか、それともしかしたら右が苦手とかあるからね。やばい、ずっと言われるぞこれ。じゃあ今度左に行きましょう。はい、はい、これ左右に振っていきますから、はい、センターライン近めの、センターライン近め、ああ最後のドボーン、ナイスショー。いい球なんだけどね。いい球、お、上手くなってきた、いいよ、OK、かなりレベルアップした、そうですね、この短期間で、うん、自分の中でこうやって右向いた時と左向いた時で乗りこなしができるようになってきました。すごく単純なことだけどね、漠然と真ん中に打っといて、あ、今左だな、あ、今右だなとかっていうのをずっとやり続けてるだけではなくて、あのこっち側には絶対に行かないようにするっていうレベル、意外とやってない、やってないですね、はい、狙ったポイントをこう取るようにするっていうのがスコアメイクで必要な要素になってくる、うん、
で小手先の打ち方うんぬんとかっていう話はそこはね直接はあんま関係ないので、だからこのトレーニングはこのアイアンの場合もあのこの後ドライバーなんかもやっていくんですけど、絶対左と決めたら左、右と決めたら、でこれってあのアイアンの場合はそのグリーン上にピンがこうやって切ってあ ピン切ってありますよね。でピンが例えば右に振ってありました。そうすると右側はグリーンが小さいです、で左側はグリーンが大きいですってなった時に、じゃあこの時と同じようにピンより左側は広く使うから左側のと、で絶対右に割らないようにしようって言ったらアプローチが1個減るから、そうすると意外とバーディーチャンスつくんだよね。そうすると一番最初に言い間違えてた70代が見えてくるから。それが、ね、結構できるようになってくるもんね。見てるとやっぱ左サイドの方が今のところは打ちやすいのかな。打ちやすいです、今のところは。今のところは、はい、だからそれはあと半年ぐらいかけて右サイドも同じぐらいの精度が出るようにアイアン鍛えていくというようなことやっていこうかな。だから今できることの確率を上げていくだけなんで、すごいなんかレベルアップさせようとはしてないんですよね。今ある材料を磨いていくっていう。じゃあ次ドライバー。おー、いいところだな。すごいね、エンジン球で183出てる。おお、まあ、結果的にこれはほら悪くないよ、 175.28 で打ち出し角が 17.4 度、うん、スライス系の球が出てるときって打ち出しが高くなる。フック系が強いときって打ち出し低くなりやすい。フックをしてるときってフェースをこうやってターンさせながら打ってるんでロフトが立ちやすいんですよ。だからハイフックってめちゃくちゃ難しいんですよ実は。でロースライスも難しいんです。スライスは逆に開いて当たってるから右側にこうやって流れやすい。そうすると高さが出やすいっていうふうになるから、ハイスライスとローフックっていうのは意外と、やりやすい。もともとフッカー、もともとスライサーです。もともといつぐらいまでスライサーでした？あ、でも 春前くらいですかね。春前ぐらいまでスライサーだった、はい、うんざりして球捕まえてやんぞっていうふうに思いながら、およそ1年の時を経てシーパーになったっていうことですね。はい。急遽に左行きました。フックの厄介なところってシーピンしてるのに感触気持ちよかったりとかするんですよ。あ、しますね。あ、来たよみたいな、もう濃い味好みになっちゃって、もう醤油ドバドバかけてみたいな感じで、このしょっぱさがいいみたいな感じで、あまじ感触が気持ちよくて結果が伴ってないから、もういらっしゃる。これがフック の迷宮状態。だけど本当はもうちょっと薄くて開いてるあたりでワッと飛んでいく球の方が物理的には合理的な状態にあるんだけど、そのあたり薄くて飛ばなそうじゃないっていうのが感触的に染みついちゃったりとかすると、なかなかフック地獄から抜け出せない。あ、少しずつ薄く当たってるけど気持ちいいっていう感触を持っていくんです。であとややこうカットにフェードにっていうスライスしてる球でもまあ悪くないんじゃないみたいな感じの数字も出てるし、これが合理的じゃないっていうような通常の味覚にこう感性が戻っていくようにするまで、ちょっとフェードの練習を多めにしていく必要があるかなと。確かに。じゃあ視覚的に覚えていきますかね。少しだけ僕が行きましょうか。はい。じゃあこれからやりたいスイングっていうのはこういうハイカット。おお。これやばい。生きてるみたい。これやばい。いいですね、生きてるみたいな。軽いフックリ、右サイド。わお、いいドロー。お尻やりに入ってる。まあ、で右サイドにもサイド。やっぱ、でもやっぱドローが一番飛ぶってことですよね。ドローの方がやっぱり飛びます。ほのかなドローがやっぱり一番飛ぶんで、女子プロなんかでもやっぱドローを主力武器にしてる選手が多いんですよ、飛距離がアドバンテージなので。こういう球よく出るよねっていうところの対角線上にある弾道の練習をすると、ちょうど真ん中の座標の真ん中ら辺にこうやってボールが寄ってくるようになってくるんで、そうすると調子がいい状態になる。ああ、なるほど。スライスいけるかな。じゃあ、ハイスライス。ハイスライス。そう、左サイドに行って、じゃあ高い球、はい、
まあまあまあ、スライスはスライスだけど、うん、いやでもちょっとすっごい難しい。だからあれですね、1年ぐらいかけてずっとそのフックを強くしてしまったんでしょうね。うん、左に打ち出せねえんだな。気持ち悪いんでしょう。気持ち悪すぎますね。まあ徐々にやっていくって感じですかね。はい、はい、ドライバーは。なるほど。あ、じゃあ、はい、あのちょっとどあの今撮影した中で忘れたけど、はい、スウェーとか気になるとかっていう部分があったんで、そこを修正していきましょう。はい、でスウェーっていう話が出たんで、スウェーがないように、はい、これスイングパッドです。あ、これあれですよ、コンプロ作ってるやつですよね。そうです、はい、アサヒゴルフから販売してるですよね、はい、あの僕の監修してる練習器具です。そう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 、はい、乗るんだろうな。そうそう、これ僕だと思って踏んでもらっていいですか。強く、あ、強く、そう、乗っちゃっていい、あ、乗っちゃっていいですよ、はい。それ確かに姿勢できなくなるかもね。はい、じゃあこの上であの落ちないことを最優先にしてちょっと振ってもらっていいですか。おお、いいですね、いい声出ました。おー、あってきた。もっとしょうがない。こういうのなんか気難しいな。あった。あ、なるほどね。お、いいですね、いいですね。あのバランスを崩さないようにスイングするっていうのはどういうことなのかっていうのを体感してもらうんです。で、スウェーするっていうものと体重移動っていうふうに聞いたときに、割とこれあのみんななんか矛盾みたいなのを感じる人多いんです。体重移動はしなきゃいけない、でもスウェーはしちゃいけない。わお、そうです、そうです、でしょ。でスウェーを抑えると体重移動できない、できない。で体重移動しないとスイングが大きくできない。だからそのなんかあのちっちゃくなったスイングの中でやらなきゃいけない。で僕の中であの考え方として体重移動はしましょう、だけど重心移動させないようにしましょう。おお、はい、っていうことだね。重心が動いてしまうことを、左右に動いてしまうことを僕の中ではスウェーというふうに定義づける。だけど体は回転しなければいけないので、回転するときに体重は何かこう旋回をするんで、何かしらの動きがあるんです。だから軸はキープしながら右左っていう体重移動はしてるってことですね。ああ、なるほど。確かにスウェーしたら重心ずれますもんね。そう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 、だからまずこれで重心をずれないようにする。で重心がずれないようにしながらこうやって回転を、その場で回転しながら打っていくっていう感覚を覚える。これが体幹を使ったスイングという状態ですね。じゃあ打ってみましょうか、実際に。これで打てる、打てるかな。これ打つってなって。おお、いいじゃない。スウェーをやめるとどうなるのか。こうやって見るとね、あのスウェーやめたいというふうに一口言うんですけど、どうやらスウェーがあったおかげで今の自分があるみたいですよと。あー、なるほど、うん、そうそうそう、だからスウェーっていうものをこうやって引っこ抜いてしまうと、どうやらちょっとが成立しないから、だからやめられないので、スウェーをしない状態でショットが成立するっていう感覚を新しく作っていかなければいけないですね、はい、おお、そう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 、おお。おお、でちなみにいつもと比べてスタンス幅ってどうですか。広いです。そう、だからそれってあえてそうしてます。いや、もうずっとです、昔から。え、どういうこと。最初から多分スタンス狭い。ただ今広くしたってこと。はい、あ、なんか広く置かれてたんです。あ、そういうこと。あ、そういうこと。いや今自分で置いてました。自分のスタンス幅でいいよ。自分のやりやすいようにやってください、うん、多分さらに難しくなると思うけどね。でしょ。はい。ああ、そうですよね。ああ、さすがグリーンが差しがいいですね。めちゃめちゃ難しいと思う、それ。触れなくなっちゃうね。確かに広い方がやりやすかった。そう、そこにもつながるのか。そう、狭くする
しかできなかったんですよね今まで、うんうん、これはちょっと時間かかる課題だね。そうですね、はい、まあ、今日はね1回目なんでね、はい、あのとりあえず体験してもらうっていうところで、はいはいはい、最後スイングパッドやってねちょっと球が荒れ始めました。はいなんか結果的にね今日ね俺ぶっ壊したみたいな感じになってますけどだけどあれじゃない、杖は治ってるよね。いやだいぶ多分違うと思う。うん、体感的にも全然違うね。過剰にスタンスが狭い状態なのに大きく振ろうとかって思うと、あの周りの重量物がこうやって大きく動くんで、それに対してもうバランスを取ろうっていうふうに言って体の重さを使ったりとかしながらこうやってバランスを取ろうと。そうすると重心がこうやって重心を大きく動かさないとスイングが維持できない。それをスタンスを広げて、であの重心をこうやって左右に振らなくても受け止められるっていう準備をしているん で、 であのその動作が必要なくなってくる。でなくなってきた中でナイスショットを打つ習慣がないからどうしようっていうふうに今なってる状態。でも将来的にあの、まあ、この半年終わった後とかでもずっとそうなんだけども、やっぱりこの杖という問題はずっとついて回ってくる問題だと思うから、ずっとずっとそれをその修正し続けなければいけない課題になると思うんで、僕の手は離れた後でもあの自分の感覚でそれを克服していくようなあの練習は今のうちにしといた方がいいかな、はい、ところなんで、あえてちょっとトライしてみます、はい、いうところですね。はい、あのスイングパッドね、あのとりあえず今回差し上げます。いやー、わーすごい。これキャディバッグにも入りやすいようにね、あの軽くちっちゃくできてるんで、あのこれ、ありがとうございます。はい、これいいですか。はい、でこれ使ってちょっとあの練習場に行った時、僕がいない時でも僕だと思って踏みながら練習して。あ、わかりました、はい、多分ちっちゃくなってると思いますいや、あの次会う時にちっちゃくなってたら俺はすごく幸せな気持ちになってる自分の体のブレをどうやったら抑えられるのかなとかって同じように悩んでる方が多分いらっしゃると思うので、うん、ようにあの、はい、じゃあ視聴者プレゼントで、これね予告してないからすごい、マジ、はい、はい、あの1個、はい、あの今回お出ししますんで。あ、マジですか。あ、はい、あ、じゃあちょっとあれですね、すみません、はい、あ、本当にありがとうございます。ええー、と思います。はい、嬉しい。まあ、まだあの始まったばかりなんで、ね、そうですね、はい、半年後、はい、いい結果になるように、はい、ここからスタートしていきたいと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。みんなも一緒にやってみます。そうですね、はい、踏みつけようぜ踏みつけてくれよさあ、エビスゴルフレンタルになります。さあ、今回の意気込みは10番、それいきます。おー